ビモータ 1B に元モリーニダートカジバフレッチアー C12、R カジバミとマッシモタンブリーニはイタリアのオートバイ設計者である。1973年ビモータを共同設立。社名末尾の他はタンブリーニのせいから取られている。ビモータはもともと空調設備の会社だったがタンブリーニは1972年に趣味のオートバイレースで転倒。 大破した自らのホンダ CB750 をフレームから作り直した。これが後のビモータ HB1 の原型であり、ビモータとしての第一号車でもあった。この車両が評判になり、1973年ビモータは本業とは別にビモータメカニカとしてフレームビルダーとしての業務を開始した。そのフレームを採用したレースチームが活躍し、九百八十年には、 ヤマハ TZ350 のエンジンを搭載したレーサー YB3 が世界 GP の 350cc クラスで優勝するなどした結果、ビモータは空調設備の業務を止めてオートバイ製造会社へ転向することとなった。タンブリーニがカジバに移るまでの全ビモータ車両は彼の設計である。1983年カジバに移籍し、カジバのほか 当時その参加であった、ドゥカティや、モトモリーに、メガボルト、アグスタなどの車両も設計した。設計車両には、以下のものがある。HB3 まで、キロバイト3まで、SB4 まで、YB3 まで、DB1 に関してはどこまで関わったか、明らかになっていない。タンブリー2が設立した、タンブリーにデザインがーに、カジバ資本のカジバリミニ、さらには、 カジバリサーチセンターとなった。ありがとうございます。